Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live. 皆さんこんにちは、ひなです。本日はですね、最近まで 9.メガ割期間中だったので、私もね、そのメガ割期間中にいろいろとお買い物したんですけども、第1弾の時に購入したものがもうお家に届いたので、その購入したものをですね、ご紹介していこうかなと思います。もうね、今日すでに使っているアイテムとかもあるので、まあ、実際にちょっとこうお見せしながらお話ししていけたらなって思います。よかったら最後まで動画を見ていっていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、というわけで皆さん、メガ割いろいろお買い物しましたか？私もね、何個かメガ割期間中に動画出させていただいてるんですけども、そのね、9点でのお気に入りのアイテムではなくって、まあ、今回はまた新たに気になったものをね、いくつか購入したんですけども、今回コスメとスキンケア、そしてサプリを第1弾では購入しました。ちなみに第2弾も購入してるんですけど、それはもうすぐまたね、届くんじゃないかなとは思います。で、どうしようかな、何から紹介しようかなって感じなんですけど、本当に爆買いをしちゃいまして、なんでしょうね、すごいやっぱ季節の変わり目って本当にこう物欲がめちゃくちゃ増してくるんですけども、まあ、まずじゃあコスメからご紹介していこうかなと思います。ではでは、コスメ紹介ということで、結構ね、春らしい感じというか、そういった色合いのコスメを今回購入しました。じゃあまずはじめにこれかな、やっぱじゃん、こちらでございます。これはですね、ヌーズっていうブランドの、リキッドケアチークですね。私は04番のポピーブリーズっていうカラーを購入したんですけども、今日もね、この購入したヌーズっていうブランドのチークをね、使ってみてるんですけど、こんな感じでちょっとポワッとしたような感じになってくれます。で、リキッドなのでこんな感じでポンプ式なんですけど、ピュッと出して指でトントントンとなじませていくような使い方のチークなんですけど、これね、ロム&の姉妹ブランドらしくって、最近韓国で有名みたいなんですね。で、私も2月頭に韓国に行っていたんですけど、その時にももうすでにね、オリーブヤングとかにも置いていて、え、可愛いと思って見てたんですけど、その時は他のものを買おうって決めてたので一旦ステイしてたんですよ。でもこのメガ割の時に、え、やっぱめっちゃ可愛い、可愛いと思って、なんであの時買わなかったんやろってすごい後悔していたので、まあ、今回このねチークを買うことを決めたんですけども、カラーがね本当にたくさんあって、で、私自身がそのチークつけたいんだけど、あんまりこうはっきりした色のものをのせちゃうと自分的にしっくりこないなっていう感じもあるのと、頬がそもそも赤くなりやすい体質なので、あんまりこうパキッとした色味が似合わないっていうのは自分で感じてるんですね。で、01番、02番、03番、04番、05番、06、07ってあるんですけども、04番がちょっとこうヌーディーオレンジ系っていうのかな、ベージュオレンジっぽいカラーで使いやすそうだなと思ってこちらを選びました。でもね、買って大正解、もう本当にドンピシャの色でした。テクスチャー自体は本当にね、柔らかいというかみずみずしいテクスチャーになってて、これ本当に少量でめっちゃ伸びるので、本当にね、スーって伸びてくれて、で、めちゃくちゃツヤが綺麗に出てくれるような、もう血色チークって感じです。で、透け感が程よくあるので、こうあんまりがっつりチークするの苦手なんだよなって方、めっちゃいいんじゃないかなと思います。私もね、最近はこれをよくメイクで届いてからは使っています。で、ちょっと比較になるかわからないんですけど、私ね、最近こういうちょっとクリームチーク系というかリキッドチークとかにハマってて、それこそこの前出したメガ割のね、この私のお気に入りおすすめアイテムの中でもアミューズの紹介した、このチークがあるんですけども、それもすごくいいんですね。で、めちゃくちゃこうツヤンとフレッシュな感じの印象になれるんですけども、まあそれは本当にオレンジっていうカラーなので、ピンク系も欲しいなと思って、これナーズで購入した、有名ですよね、めちゃくちゃ人気でもう在庫切れだったみたいな商品なんですけども、こういうタイプのチークで、これが結構ピンクが強くって、その店員さんといろいろ話して
ってたらこの3226番は割とこう今このナーズから出てるこのシリーズのチークの中でも一番肌なじみがいいカラーですっていう風に教えてもらったので私このカラーにしたんですけど、確かにめちゃくちゃ肌なじみはいいんですよ。でこれもツヤっとする感じ、ポワーっとね、こんな感じなんだけど、これは本当にこうどっちかっていうとピンク系のチークなので、ちょっとこうオレンジっぽい、もう少しヌーディーなメイクしたいなって時は私はこのねヌーズすごくいいなと思って、わかるかな、ちょっと光でごめんなさい伝わらなかったら、なんかこんな感じでイエベ春の方とかもっとこうヌーディーな感じでいいとか本当に肌になじむ感じでいいって方はこっちのヌーズの04番のカラーすごい好きなカラーなんじゃないかなって思いますね。でナーズの方も私はすごい全然好きなので、いろいろそのお洋服とかメイクのその日の気分に合わせて使い分けてるんですけど、ピンクメイクをしたい時はナーズ、もうちょっとこうなじむような今日みたいな感じの雰囲気にしたいなって時はこっちのヌーズの04番を使っていろいろ使い分けしたいなって思ってます。またお気に入りのねチークが増えたんですけど、最近はやっぱ春ってこともあってちょっとこうジュワッとしたような血色感の出るようなメイクにハマっているので、またちょっとねメイク動画も撮りたいんですけど、こんな感じですね。はい、続いてもまたまたチークなんですけども、こちらです。はい、ロム&のこのチーク買いました。これまあ日本とかでも置いてますよね。でこのロム&のチークを買ったんですけども、こちらがベターザンチークですね。メガ割り期間中にめちゃくちゃ 35% オフにもなってるんですけども、私が買ったカラーが確か N01 番、ナッティーヌードっていうカラーをね購入したんですけども、これも本当にいろんなカラーがあるじゃないですか。で私自身が、まあ、さっき言ったことちょっとかぶっちゃうんですけども、こうほんのりっていう感じ、なんか透明感といいますか透けてるような感じのチークの方が好きなので、いろいろ探したりして使ったりしてるんですけど、このロム&がすごい肌なじみが良さそうだなーってこうサイトを見てて思っていたので、こちらのね N01 番ナッティーヌードっていうものを購入してみたんですけども、実物は本当に色がめちゃくちゃ薄いかも本当になんかファンデーションっていうぐらいかなりこうなじみが良すぎるカラーっぽいんですけど、これちょっとせっかくなので動画でつけていこうかなと思ってて、こうやってもうパウダーなのでねトントントンと取って、この辺ちょっと乗せてみますね。伝わるかな、なんか本当に私はめっちゃ好きな感じで、ちょっと鼻とか入れてみようかな、ちょっと濃くなったの伝わりますか。私は本当にこれぐらいがめちゃくちゃ好きだったので、最初パッて実物だけを見た時はえこれ色つくんかな、え私の肌馴染みすぎて大丈夫そう意味あるかなぐらい結構心配してたんですけど、こうやって重ね使いした時にめっちゃポワッとしたような、すごくねもともとカラーのこう血色みたいな感じの出方をしてくれたので、すごく買ってよかったなって思っているチークです。ちなみにちょっとねブラシはこれ韓国で買ったフィリミリの885番っていうブラシを使って今チークこうのせてみたんですけど、ちょっとチュワッとした感じ伝わるかな、ね、なんかこう濃くなさすぎずでもこうちゃんと血色もあってみたいなカラーになったんじゃないかなって思うんですけど、1度塗り2度塗り3度塗りとかでも本当にこう発色の出方が綺麗に変わってきたりとかもするみたいなので、めちゃくちゃ可愛いと思います。でしかもね多分このね私が一番最初に紹介したこのヌーズの04番と相性もかなりいいんじゃないかなって使ってみて思いましたね。でこれねあともう一個いいなって思った点が、こうさって伸ばした時になんだろうプライマーみたいな感じで毛穴をこうぼかしてくれるような感じがあるんですね。で実際にそのサイトにもプライマーを塗ったように毛穴を消してくれるぼかしチークっていうことで、すごいなんかこうお肌の陶器肌感が出ると言いますか、すごい均一感が出てくれるので、それもめっちゃ良かったポイントです。はい、てな感じでやっぱりね私はこのぐらい肌なじみがある方がすごく好きだなっていう風に届いて使ってみてからもうすでに感じているんですけども、次、このままちょっとね同じロム&でまたお買い物したんですけど、こちらです。じゃん、これも結構人気じゃないですか、ロム&の
グラスティングカラーグロスを購入してみました。で、私が買ったカラーが02番のカラーと06番のカラーを購入しています。これね、私メガ割で、まあ、お得に買えたんですけども、日本でもねプラザでも売ってました。売り切れてるのもあったけど、日本でももうだいぶ販売され始めてるのかなって感じはするので、まあ、気になる方は日本でも購入できます。でもね、まあ、ちょっとお安くお得に買いたいなって方は目代わりはやっぱおすすめかなって思いますね。で、こちら、まあ、やっぱり良かったです。すごい私も SNS とか見ててめっちゃ気になるな、いいなと思ってて購入したんですけど、今日は06番を今使ってみてるんですけども、このプルン感伝わるかな、なんか縦じわが本当にこう綺麗に目立たなくしてくれる感じがあります。テクスチャー的には結構ねっとりとした感じなんですけど、こんな感じで結構ねねっとりとしてるテクスチャーですね。重めな感じで透け感が出るカラーです。これが06番でちょっとこう深みのあるカラーかな。で、もう一個が02番、これは本当にナチュラル、そんなになんかパキッとわかるかなって感じだけど、こっちが06、こっちが02番のカラーなんですけども、06番の方がやっぱりこうパキッと発色するので、1本でもうこれだけで使いたいなって方は06の方がいいと思います。何かのリップに重ねたりとか、まあこう目元チークを結構パキッと濃くしてリップは薄めっていう方は02番がいいかなって思います。で、これもかなりこうナチュラルな感じで透け感が出るようなリップになっているので、ちょっともう一回重ねてみようか、せっかくだから06をまずこれ重ねます。わかるかな、このプルン感。うん、こんな感じです。すっごい可愛くないですか。これはもうほんと前から気になってたので、届いてもうすぐ開封して唇に塗ってみたんですけど、もうこのツヤ感がたまらなく可愛くって、最近はやっぱツヤに惹かれがちなので、リップに関してはもうこれもかなりスタメンになるリップだなってすでに決まりました。こんな感じでね、ちょっとこう色が出るような感じ、まあとは言ってもそんなに濃くはないかな06番は。で、今ねリップ落としたんですけど、02番だけを塗ってみたいと思います。こんな感じです。これもね可愛いんだよな。うん、どうでしょう、なんかさっきよりはもう少し肌なじみのいい色が伝わるんじゃないかなって思うんですけども、可愛くないですか。可愛いなので、まあ02番はこうやって単色で使うっていうよりは、私はまあこのぐらいヌーディーな感じのリップの上に重ねるグロスとして使う使い方の方が多くなるんじゃないかなっては思っているんですけど、可愛いよね。なんかもう本当になんかこれぐらいもうナチュラル透け感が、最近はねヌーディーな感じが本当に好きなので、またまためちゃくちゃいいリップを購入してみたんですけども、はい、こんな感じでございます。で、色持ちに関してはやっぱり結構こうツヤがメインになってくるので、すごい残るかって言われるとそれはちょっと微妙なところではあるんですけど、もうツヤが好きな方、縦じわの部分とかもぷっくりさせたいなって方はすっごいおすすめだと思います。私はもうめちゃくちゃもう買ってよかったなって思っています。はい、はい、では、続いてもリップなんですけども、これもね結構前からずっと気になってて購入しました。こちらです。はい、デイジークのね、こちらがフルーティーリップジャムです。11番のカシューナッツジャムっていうカラーを私は買ったんですけども、まあこれね、まあ全然日本とかでも売ってますよね。でもまあなんか場所によったらオンラインとかの方がカラーが豊富だったりとかもしたし、目代わりでお得に買えるならってことで購入しました。で、これも本当にプルってなるリップになってるんだけど、もうちょっと最初で使ったんだけどめっちゃ可愛かった。これもすごい色がたくさんあってね、もう悩んだんですけども、私個人的にめちゃくちゃ明るいオレンジとかめちゃくちゃ明るいピンクとかを使うよりは、少しこうブルーラウンが混ざってるような感じとかベージュが混ざっているようなカラーの方が好きなので、今回は11番のカシューナッツジャムっていうものを購入したんですけど、10番のイチジクジャムっていうカラー、あとは12番のジュジュビージャムもちょっと悩んだんですよね。でも10番買っても可愛かったかもしれないなって、実際にこの11番使ってみて、まあ、よりまた欲しくなっちゃったんですけど、これもちょっと一回今塗ってみたいと思います。ちょっと筆で塗っていくんですけども、かなりねこうこれもねっとりとしたような感じなんですけど、え、伝わるかな、これ今下だけ塗ってるんだけど
プルン感伝わります？めっちゃ可愛くないですかこれ。でこれだけさプルンと出るリップで発色が綺麗なのってやっぱなかなかないなって私は思うので、もうずっとね気になってて欲しいなと思ってたんですけど、どうだろう、可愛くないですかね。もう本当にこのうるうる感がすごい可愛くって、唇が私はそもそもね分厚い方ではなく上唇とかもかなり薄い方なので、なんかこういうツヤンプルンとしたリップ使ってみたいけど、変に使っちゃうとなんかこうわざとらしく見えてどうなのかなっていう心配とかもずっとあったんですよ。だけどこれはねすごく使いやすくってめっちゃ可愛くないですかね。プルプルで、これも本当にこう縦じわとかが目立たなくなってくれるようなそんな質感にもなっているので、すごいいいと思いますね。でさっきも言ったこの発色の綺麗さなので、全然これ単色使いでも可愛いと思うし、まあ、何かリップを重ねた上にグロスとして使うのも全然ありだと思います。でちょっとこうほの程よく甘さのある香りがするんですけど、なんかこうきつい感じはないので、私も結構そういう香りがきついものとか苦手なもの多いんですけど、これは全然そんな、つけてて全然違和感とかないので、それも良かったかな。いやもうめっちゃ可愛いからさ、もうこれもう一色買っても全然ありなんじゃないかなって思ってるんだけど、はい、こんな感じでございます。はい、ってな感じで、ポイントメイクは以上かな。で、次これも買ってみました。これなんか結構ランキング上位にあってどうなんだろうと思って買ってみたコンシーラーなんですけども、こちらがですね23イヤーズオールドって読むのかな、ちょっと読み方間違ってたらすいません。ダーマシンコンシーラーですね。で私が購入したカラーが1号のグローベージュっていうカラーをね今回これ購入したんですけど、なんか本当にこうカバー力が高くて、で乾燥もだからといってこうしなくよれないっていうので、口コミがすごく高かったので、あいいなと思って今回この目変わりのタイミングで買いました。で今日もねベースメイクとしてちょっと使ってるんだけど、2週間ほど前ぐらいにホルモンバランスの関係でニキビができちゃったんですね。そうでここにこうでもうあれかな、カバーしてるからあんま伝わらないかもしれないんだけど、そうニキビができちゃってて、でも今ニキビはなくなってるんだけど、あとはやっぱちょっとどうしても残ってしまってるんですね。でそれのカバーとしてちょんちょんとこうつけてるんだけど、本当にこう肌なじみがよくって、こうコンシーラー塗ってますみたいな感がそんなに出ないのですごくいいなって思いました。であとこれ昨日1日つけてたんですけど、だいたいやっぱ夕方とかって朝からメイクしてると崩れてたりとか、よれてきたり乾燥崩れとか気になったりとかすると思うんだけど、割とね朝からメイクしてで帰ってきて、まあ、夜10時ぐらいにお風呂入ろうと思って鏡見た時に、まあ、そんなにこう崩れてない感じもあって、おいいかもしれないって思ったコンシーラーでした。はい、ちょっとねまたこれを使ってメイクしたいなって思うんだけど、ベースメイクもねちょっとまた最近になって変えたりとかしてるので、そういったところもお伝えしながらこれもまた実際に使っていきたいと思います。でコスメは以上でございます。意外とねそんなに買ってないかもしれないなんかね最近はチークとかリップとかがやっぱり惹かれてて、アイシャドウはそんなにかな、今回はもう元々からすでにお気に入りのものとかもあるので、それをこう使ってるって感じなので今回購入はしませんでした。はい、じゃあちょっと続いてがスキンケアに入る前にもう一つだけちょっとすごくいいアイテムを買ってみたので、それも紹介します。それがねこちらでございます。これインスタとかで見たことある人いるんじゃないかな、私もそれを見てめっちゃ気になって購入したんですけど、これがですねナルカっていうものかな、ハイプフィットヘアケアマスカラっていう商品になっていて、まあ日本でもあります。こんな感じのアホ毛であったりとか遅れ毛だったりとかをこう整えてくれるようなこういうブラシありますよね。そこでシュッシュって直してくれるものなんだけど、これねこのブラシタイプもついてるし、じゃんこのコームタイプの方もついてるんですよ2個。そうで私がこれを買った理由としてはこのコームタイプの方もついているので、あめっちゃいいじゃんと思って今回購入しました。で今日私がちょっと前髪を少しこう横に流してみてるんだけど、そのセットをするのにもこれを使いました。もうねこのコームがすごいこう一本一本こうやって整えてくれるのがめっちゃよくって、
髪が伸びてきたので、やっぱりこう短い時と比べると、まあ、ちょっとこう遅れ毛だったりだとか、それこそこういう前髪をね、ちょっとどうしようかなって今迷ってるんだけど、流すのかどうするか、でもなんか内側のうねってるのも気になるしみたいなのとか、すごいこう悩みで、もともと私もこういうスティックタイプのヘア剤を使ってこうやって直したりしてたんだけど、コームタイプ本当にいいと思いました。もう私自身髪の毛がすごいこう一本一本が細いので、もうこのコームでシュッシュッって一本一本こう動かせたり、こうやってちょっと固定してくれたりとかもするので、すごい使いやすくて良かったなと思ってるアイテムです。で、あとね、最近私こうやって髪の毛をまとめてね、ちょっとこうお団子してピュッてこういう風な感じとかすることとかもあるんだけど、そういう時にここら辺とかも綺麗にピッてそのコームのタイプの方で入れ込んだり、この前髪のね流れ部分とかも整えれるので、すごく便利だなと思って、はい、めっちゃお気に入りで使っているアイテムですね。こちらもすごい良かったアイテムでした。で、次のアイテムが、これもねちょっとセットで購入したんだけど、これに関してはね、私っていうより夫のお買い物なんですよね。VT の商品なんですけども、私が買ったのはこの美しいお肌セットっていう風に書かれていて、まあいろいろ自分でね種類を選べれるようなものになっていました。 VT っていうことなので、このハリクリーム皆さん知ってますかね、有名ですよね。このハリクリームをベースに、まあ、化粧水とか、あとはレチノールだったりとか、あとはリフティング系だったりとか、トーンアップとか、まあ、いろいろあるんですけど、もともとこのリードルショットハリクリームに関しては夫がずっと使ってるんですよ。でまた新しいの欲しいな、なんなら今100使ってるけど300使いたいなっていう風に言ってて、目代わりでお得に買えるなら一緒に買ってほしいっていう話をしてたので、あ、OK って言って、でこのセットがねめっちゃお得だったので、これを購入してみました。でなのでこのリードルショットは300のものをね買っているのと、私たちはいろいろこう見てた時に、レチノールとかトーンアップ系よりもなんかハリ弾力とかの方がいいかもねってことで、あ、でもこれは一緒かな、みんなこのトナ、このトナは、全部同じ種類のが入ってると思います。この化粧水入ってるでしょ。で、このリフティングショットのアイクリーム、いいですね、アイクリームが入ってます。そしてこちらですね、セラム、リフティングセラムが入っております。でなんかセットで使えるように、こういったリードルショットの300と100の、まあ、1回きりの、こういって旅行とかに持っていけるようなねサンプルですね、これも付いてる感じでした。まあ多分私っていうよりはこれメインに夫が使うんだろうなっていう感じはしてるんだけど、リフティングタイプの方は私もすごいずっと前から気になってたので、ちょっと一緒に使ってみようかなと思ってます。はい、ではではこんな感じでセット系をね、 B プレーン、そして VT で購入してるんですけども、続いてじゃん、これを買いました。フラスキンっていうのかな、これは化粧水なんですけど、ちょっと開けようかな。はい、こんな感じでございます。このマークの、化粧水なんですけど、これはナンバーズインの系列で作られてるスキンケアブランドらしくって、最初の方にお話ししたように、2月頭に韓国に行ってて、でその水木大先生に、まあ、いつも毎回韓国行った時はお世話になってるんですけど、そう、水木大先生があのこれをねちょっとその時使ってて、で借りたんですよスキンケア、めっちゃよくって、そうで韓国で、しかも2月ってまだめっちゃ寒いし、なんならその時すごい雪降ってたし、もう乾燥もえげつないぐらいすごいのに、なんかそんなにお肌の調子が悪くなかったんですよ。で普段メイクとかも別にそんなに変えてないし、でスキンケア、まあ自分でいくつか持ってったけど、でも変えたことといったらこれを借りたくらいだったんですよ。え、これが良かったのかもしれんと思って、まあ、これでコットンパックとかさせてもらってね、ちょっと使わさせてもらってたんだけど、めっちゃいいと思って、で絶対買おうと思ってこちらを買いました。でこれがタンパク質トナっていう風にね言われているものなんですけども、ハリ弾力強化ということで、色素沈着 240% 改善ってことで、うわめっちゃいい、すごいいいじゃん。でなんかこれね、ちょっとサイト見てもらったら分かると思うんだけど、こう透明の色をしてるんじゃなくて、ちょっと白っぽい感じの色をしているトナーになっています。で割とシャバシャバっとはしてるんだけど、しっかりとこうお肌をこうもちっとツヤっとしてくれるような感じもあって、めちゃくちゃ良かったので
購入しましたね。こちらこれなんか美容液とかもあったんだけど、すごい、だってたった2週間で 10.41% 満たされるフィア効果検証みたいな感じとかでね、お肌の違いとかそういうのとかも書かれてるんだけど、なんかタンパク質って本当に大事なんですよ。お肌とかニキビ跡の改善とかにもすごいやっぱ大事な栄養素になっていて、内側からでやっぱねケアするのももちろんなんだけど、表からもケアできるだなんてっていうことで最高ですよね。はい、テンション上がって買いました。こちらでございます。これもちょっとまたたくさん使ってみて、何か Vlog とかのでね使ってるところとかお見せできたらなとは思います。すごい良かったので。あとちなみになんですけど、乾燥がやばいとか赤みがやばいとか、すごいなんかパリパリしてるなってなっちゃう方、特に今花粉の時期とかでなりやすい方、いいかもしれないです。私も本当に花粉症持ちだし、しかも寒暖差アレルギーが本当に出るんですよ。でも今年珍しく出てないんです。ここ 2,3 年ずっと悩みだったのに、もう絶対もう今この時期肌荒れてるんですよね。真っ赤になってて、なんかちょっとこうビニール肌っぽい感じになっちゃったりだとか、もう皮むけ止まらないみたいな、痒いし暑いしみたいな、それが全く起きてないんですよ。で、まあいろいろちょっとこれ効果があったのかなみたいな風に思ってるスキンケア方法とかもあるんだけど、やっぱりこう内側からのケアをしたりだとか、あとはこのトナーをね、本当にちょっとその乾燥がやばい、寒暖差で日本を帰ってきた時やられるだろうなと思ってたので、韓国でちょっと気をつけてたんだけど、このトナーだからいいかもしれないです。はい、というわけで続いてのアイテム、続いてもねトナーなんですけども、じゃーん、こちらでございます。このねドクター G の、これまたトナーなんですけども、これも水木大先生がめっちゃいいっていう風に言ってたので、購入しました。ちょっと開けちゃおう。もう本当に基本的にもう水木大先生に全部、私はスキンケアコスメに関して全部学んでいるんですけども、こんな感じ。これもなんかちょっとこう白っぽい感じの液体のトナーになっていて、これが本当に敏感肌用のトナーになっているみたいなので、まあ、荒れてる時とかにもすごく使いやすいと言われているトナーですね。でビタミン D 化粧水ってことで、すごくない？ビタミン D ってすごくないですか？ビタミン C とかはあるけど D ってすごいと思って、めっちゃ良さそうと思ってこちらもね私購入してみたんですけども、ビタミン D をね、そう、ここのねサイトにも書いてるんだけど、生成できるのって食事と日差しだけっていうふうに言われてるんですよ。でもそれって本当にこの自分の体にとってすごい大事な要素なので、なんかそれがね入ってるってめっちゃすごくないって感じなんですけど、吸収が早い液状保湿剤って書いてますね。これもめっちゃ楽しみです。使うの、もうどんだけお顔があるんだっていう風にいつも夫に突っ込まれるんですけど、癖なんですよね。こうやっていろいろ使って試してみるのがめっちゃ好きなので、今回結構トナーとか惹かれるもの多かったので、この動画内で喋ったらもうほんと尺がとんでもなくなっちゃうので、またいろいろ他の動画でねスキンケアのお話とか、それこそライブとかしたいなと思っているんですけども、はい、こちらのドクター G のトナーも買ってみました。はい、というわけでスキンケアは以上でございました。意外とこんな感じかも。なんか美容液とかって感じよりは、割と今回はパックは毎回そうなんだけど、化粧水トナーとかそういったものの方に惹かれることの方が多かったかもしれないですね。はい、では続いてじゃん、サプリをね最後購入したんですけど、これティルティルのサプリです。めっちゃサプリもさ、いろいろ今回の目変わりですごく悩んで、気になったものたくさんあったんだけど、とりあえずこれを購入してみました。っていうのもこのティルティルのサプリなんですけど、元が結構値段するんだよね。これはホワイトジェイドグルタチオンマックスっていうサプリなんですけども、美肌免疫力張りケアっていうことで、グルタチオンがねすごくこう配合されているっていうようなサプリになっています。これだってさ、元々のお値段が7,700円するんですよ。結構いいお値段するじゃないですか。で、多分30包しか入ってなくって、そのお値段だからまあいいものなんですよ。でもそれが目変わり期間で 22% オフ、多分私クーポン使って多分4700円とかかなくらいで購入したんですけども、こんな感じで入ってます。でこういう風に個包装になってて、プチッと開けてもう口にそのまま含んで、私はもうすでに飲んでみているんですけども、すごい細かい粉末状のサプリになってます。で味はめちゃくちゃ酸っぱい。でも私は結構レモン味とか
そういう酸っぱい系は好きなので、なんかそれでうわってなることはなかったかな。まずさとかは全くなくって、普通に美味しかったです。後から結構あ酸っぱいみたいなのを感じるかもしれないけど、でまだこれちょっと飲んでみて3、4日目くらいとかなんですけど、どうなんだろう、まあ、ちょっとねいろいろパックとか使ってみてるからまた何とも言えないんだけど、確かに朝起きた時のくすみ具合っていうのはないかな。すごいこう肌の印象が明るい感じで保ててるようなのは感じたけど、まあちょっとまだわかんないですよね。ちょっと一気にいろいろ試しすぎてるので直接的にこれがすごいっていう感じはわかんないんだけど、でも口コミとかだと結構本当に良かったとか、ビタミンとグルタチオも入ってるからねすごいいいっていう風に書いてたりとかもしたので、ちょっとまあこのぐらいのお値段は目代わりじゃないと私も手が出せないなって思ったので、思い切って今回これを買ってみた感じでございます。またなんかいろいろインナービューティーとかは今年結構試してみたりとかしてるので、他の動画とかでもご紹介しようかなって思います。はい、というわけで以上が、まあ、今回目代わりの第一弾で私が購入したアイテムでした。結構盛りだくさんで、たくさん購入したんですけども、いかがだったでしょうか。はい、いやもう嬉しいのよね。あのやっぱこう1個ずつ届くじゃないですか、こういっぱいね。でこうやって開けてって、でまたそれをこう開封して使うっていうこの瞬間がねすごく楽しいんですけども、今この動画を撮ってる日がもう目代わり最終日の日なんですよね。でちょっとなんかどうしようかなみたいな、最後駆け込みでなんかまたせっかくだから買っててもいいのかなとか思って、まあいろいろちょっと悩んでるとこなんですけど、まあでも買うとしても一番最初に紹介したこのデイジークのリップジャムの他の色を一色買ってみると、あとはまあ追加でパック買うとか、そのぐらいかなって感じはします。いやもう楽しいなんかやっぱ洋服もすごく好きなんだけど、美容とかこういったメイク道具とかすごくテンションが上がったりするので、まあね、だって毎日使うものだからさ、自分がやっぱテンション上がって楽しくなれるようなアイテムをね使いたいですよね、ちゃんと効果があってね。なのでちょっとこういったものを買ってみたので、またなんかいろいろねメイク動画であったりだとか Vlog でスキンケア使ってる様子だったりとか、まあ、インナー系のお話だったりとかもしたいなと思っています。はい、というわけでちょっと長くなっちゃったんですけど、以上が私が目代わりで購入して届いたものたちでした。ぜひね皆さんもこれ買ってめっちゃ良かったよっていうものあったらコメント欄でお待ちしております。はい、では最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。Think about the good